さあ、文法の時間がやってまいりました。本日609番目でございます。皆さん、関係代名詞と関係副詞2つ実はもう押さえております。ですから601番から608番ですね、まだご視聴いただいていない方はこの後ぜひよろしくお願いします。で、そこでですね、完全不完全という話をさせていただいております。で、皆さん、関係代名詞、フィッチやフームの後ろは不完全な文章ということでよろしかったかと思います。ただし、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、フィッチとかフームの左側にですね、前置詞がくっついてくることがあるんですね。ですので皆さん、ちょっとその下の例文ご覧になっていただけると嬉しいかと思います。 The shop、 どんなお店ですかと言われたら In which the fire started ということです。日が始まった、ちょっと火事になっちゃいました、っていう店が点々ということでいいんですが、こういう感じで皆さん、前置詞プラスフィッチになるんですね。で、もちろん、まあ、皆さんの疑問に至るかと思いますが、じゃあ前置詞がついてるものとついていないもの、何が違うんですかということですが、やっぱり最初に注目していただきたいのはこの後ろの形でございます。つまりフィッチとかフームだけだったら後ろは不完全でよかったんですが、前置詞がくっつくと当然特徴が違ってきますので、不完全じゃなくなってくるんですね。ってことは皆さんも残ったらもう完全な文章ぐらいしかないかと思うんですが、一応確認してみます。で、in which the fire started ということです。ですから皆さん、 SV って感じでバッチリでしょうし、もちろんスタートは始まったよ、何がってことで皆さん、おがつかないんですね。で、おがつかないよということは皆さん、じゃあ他動詞じゃないよ、ってことはじゃあ自動詞だねってことです。ですから The fire started のところは皆さん、これはもう SV 完結しております。ですから皆さん、完結している文章を完全と呼びましたね。ですから皆さん、前置詞がくっつくとこれでございます。後ろは完全な文章に特徴が変わるので、ここをまず押さえておいていただけると嬉しいかと思います。で、細かいところはやっぱその後ですからね、まずはこれでございます。ただし、なんで後ろ完全になるんですか、まあ、丸暗記でも言っていいかなって感じがするんですけども、ちゃんと理屈がございます。皆さん、インフィッチ、皆さんよくご覧になっていただきたいんですが、皆さん、前置詞インというのは空間とか場所を表す表現でもあるんですね。例えば皆さん、インザルーム、お部屋の中にってところで皆さん、インを使いますよね。ですから皆さん、ザルームというのは場所、空間を表しております。ですからこの場所、空間を表しているので、そういったところからこのフェアと書き換えることができるんですね。つまり関係副詞と書き換えることができます。だと皆さんもうピンときた方いらっしゃるかと思いますが、関係副詞の後ろは完全な文章でしたね。ですからその完全なフェアとインフィッチがほぼ言ってること同じでございますので、だから前置詞プラスフィッチの後ろも完全になって至極当然というところでございます。こういったところも皆さん、何かの時に役に立つかと思いますので、念のため押さえておいていただけると嬉しいかと思います。いかがですかね。では皆さん、前置詞プラスフィッチ、もしくは前置詞プラスフーム、後ろは完全というところをまず押さえていただけると嬉しいかと思います。で、相変わらずこれですね、赤シートで隠してスラスラ言える、これを徹底していただけると点数につながってくるかと思いますので、頑張っていただけると幸いでございます。では610番関係詞、引き続きよろしくお願いします。